皆様こんにちは。本日はですね、またヘッドライトの黄ばみについてお送りしたいと思います。でこのヘッドライトの黄ばみの動画をですね、約どうでしょうか、10ヶ月ぐらい前ですかねに作って、皆様にですねたくさん見ていただいて、でこれがその時のヘッドライトでございますね。でだいたいですね、約10ヶ月の間、もう雨、風、太陽、ガンガン当たるところにですね、ずっと置きっぱで耐光テストをですね、やっているわけでございますけれども、これまあ、今、この段階ですと、ちょっとね、汚れで、レンズがね、多少曇っておりますが、まあ、現状はですね、こんな感じと、いうことで経過のですね、まあ、ご報告を兼ねてこう見ていただいてるんですが、まあ、このヘッドライトのね黄ばみというのはね、なぜ起こるんでしょうかねっていうお話で、まあ、よくですねご質問とかいただくんですけど、まあ一説にはですね、このヘッドライトの黄ばみの起こる原因っていうのが、まあ製造工程のね、中にあったんじゃないかとかね、言われてることがあって、この溶かしたですね、ポリカーボネートを型の中にね、入れるわけですよね。で、その時にね、その製造機械側のね、なんか物質が流れ出たんじゃないかっていう説がね、結構言われてるんですよね。で、まあ、ヘッドライトの黄ばみっていうのはね、これ2種類あってですね、いわゆる表面にかかってるコーティングが黄色くなってきて、黄ばみが出るお話と、それからですね、これをちょっとね、サンプルでね、見ていただくとね、わかりやすいかもしれないのでね、ちょっと皆様に見ていただいた方がいいかなと思って用意したんですけど、ちょっとここに置きますね。でね、このメガネ、これね、よくね、販売されてて、非常に使い勝手のいい、これがポリカーボネート製のですね、保護メガネなんですね。目とかを保護するために使うメガネなんですよ。まあ、なんか、こう、鉄粉とかが飛んできそうなね、作業するときとか、ガス爆発が起こりそうな作業をするときにね、使う、メガネなんですけど、これ非常にね、ベストセラーになってて、軽くてね、使いやすいですね。でね、こちらがね、これ、新品なんですよ。でね、これ、明らかにね、黄色いでしょ。これ、わかりますかね、これ。明らかに黄色いでしょ。で、こちら側、こちら側がだいたい5年ぐらい使ったやつなんですね。で、こちら側は新品なんですよ。で、5年で、こんな感じでですね、退色するわけなんですね。退色じゃないな。色がついてくるんですよ。で、まあ、これはですね、このメガネのね、大体耐久性とか、そのお値段に合わせて、非常に安いメガネなんで、大体これぐらいの寿命でね、新しいのをね、交換していただかないと、その保護がね、できない可能性があるからっていう意味も含めてですね、まあ、ある一定の年月が経ったら交換をしてくださいねっていうのが前提になってると思うんで、こう最後の晩年の頃はこのぐらいのね、黄色みが出てくるわけですよ。こんなに違うんですね。ですので、ポリカーボネートってこんな風になってくるんですよ。で、このヘッドライトの黄ばみは、この表面についているコーティング系のものと、それから樹脂本体が黄色くなってくるっていう二つのね、黄ばみの原因があるわけなんですね。で、こちら側は、この樹脂自体が黄ばんでくると。で、これはその、何か物質が、その、成形時にですね、混ざってたんではないかっていうね、いうような、お話と繋がってくるわけでございますけども。で、これね、実際にね、
この年代、まあこのマーチのもう15年以上前の製品ですが、この色がね似てるでしょ、このね色が。だいたいこれぐらいのね、最初は企画でスタートしたんだと思うんですよね。まあこういうヘッドライトっていうのは私の記憶ですと、確かねこういう樹脂系のものが出てきたのがねソアラだったんじゃないかなって記憶してるんですけど、もうちょっと古いものもあるのかもしれませんが、ちょっとねその辺はっきりしないんで正確なこと言えないんで申し訳ないんですが、言ってみれば30年ぐらい前からもうこの手の樹脂系のもののヘッドライトはですね世の中には製品として出荷されてるので、そんなにね新しいもんでもないんですよ、意外にね。で最近は当然ながらの燃費の問題がございますので、もうとにかくね軽くて、でガラスよりもね、まあ、丈夫いと。このポリカポネートはですねやっぱり柔軟性がありますし割れとかには強いでございますので、この軽くてね耐久性があって良い材質っていうと、まあこの辺に行き着くんだと思うんですけどね。でまあ大体工業規格がこのぐらいのポリカポネートを想定していたというような感じなんですよ。でまあ実際これ新車でね最近お買いになった方は分かると思いますが、こんな感じですよね実際で。ちょっと古くなってきた車っていうのはこんな感じでね、まあ非常にね似てるんで、ちょっとサンプルでねお見せしたんですけども、でまあそんなこんなで、まあ大体こちらと比較していただくと全体的にね、あの表面のね汚いものは取れたにせよ多少ですね黄色みが残るっていうのはね、これ現実でございます。でまあそのコーティングはですねもう酸化してですね、まあ実際にはもうヘッドライトが調子みたいな状態にねなってくると困るもんですからね、その酸化した部分だけを取り除くという意味でですね、まずはこのアルコールをですねご紹介したわけですよ。で相手がね透明の樹脂なんで、なかなかね削りでねここまでのピカピカに持っていくのってなかなか一般の方ではね難しいので、まあ簡単にですねこのアルコールを使って溶かしていただくと、まずは最初の一歩がねすごく楽になりますよというお話をしたんですね。でまあ実際にですねこのポリカーポネートっていうのは賛否両論はございますけども、こうやってね例えばこれアルコールかけたって何が起こるってわけじゃないんですよ、これね、これ何も曇りも出ないでしょ、これね。で割れたりとかねいたしませんので、こんな古いねメガネでもね何も起こんないんですよ。でまあこうやってですね新品にこれアルコールかけたところで何が起きるってわけでもないですね。いかがですか、これ向こうちゃんと透けてますでしょ。で表面別に何か溶けてただれたとかですね、そんなことは起きないんですよ。なのでちょっとねやっぱり焼酎みたいになってくると香料の心配があるので、このアルコールでねさっと取っていただくと非常に簡単にですね、まずは第一本目のこのクリア感をね戻すことができますので、いかがですかというようなね感じで動画を作ったんですが、でまあさらにですねこう一度もうこういうふうに黄ばみが始まっているものっていうのはどうしてもですね材料を成形する段階からちょっとね難点な部分が当時はあったようなお話も聞いておりますので、無理だと思います。完全にねこの色に戻すには無理だと思います。ですがクリア感はね何度か戻すことができます。でさらにですね、今回は、この、長持ちさせるためにね、いろいろとやってみようかと思いました。で、やっぱりですね、最初は、
こう道具とかねお持ちでない方がたくさんいらっしゃると思ったので、こうショップタオルを使ってですねひたすら吹き込んでいくことをご紹介したんですが、で最後のね仕上げの段階でねやっぱりちょっとだけね、あのもしお持ちの方だったらねポリッシャーとか使っていただくとね、よりねあの長持ちの透明度をね保つことができますので、その方法もね今回はご紹介しようかと思いました。はい、それではやってみましょう。はい、でアルコールをですねお使いになるときは必ずねゴム手袋をしていただいて、で換気のいいところで、で火器は絶対厳禁でございますのでね、その辺はお気をつけください。はい、それでですねまずねこの一回ねクリアにしていただいたらね、もういつもご紹介してるですねこのあのルックスをですねかけていただいて綺麗にすることでピカピカになっていくんですが、これね例えばねこうわざとねこうやってかけてダイレクトがけで、でそのままこう乾かしてねこうやってわざと曇りをね演出してみたんですけども、もしあのコーティングがもうだいぶ昔にね取れちゃったとか取っちゃったとかね削って、でそういう風になってるとこのボリカの表面がですねやっぱり少しやられてる場合があるんですね。でそこでアルコールをですね適用するとなんかちょっとシミっぽくなるわけですよ。でそういう時はですねあのもともともヘッドライトの材質がかなり傷んでるよということなので、まずはこの黄ばみ系の色を取ったらですね、ねこういうねこれ液体コンパウンドの3000、これねだいたい数字がねついておりますが、これなんかソフキューさんのね製品ですかね、これお安くてねすごくいい37,500、9,800ですか。でこういうねあのコンパウンドがね非常にお安く売られてますので、だいたいですねもう数字出しておいた方がいいんでね、この3000でね消えますね。これソフキューさんのやつ利用させてもらってますけどね、まあ、3000ぐらいのコンパウンドでもうここのねあのムラになってしまったところですね、酸化がきつくてねもうこれ本当にね一定しないんですよね、ムラになる位置がね。でこれ3000ぐらいでねこうやってこすってあげるともう綺麗にね取れちゃいますんで、あんまりねあのひどい時はねコンパウンドちょっとこうやって入れていただくとねすぐにクリア感戻りますので、お好きな方はですねこれ吹き込んでいただくと、磨き込んでいただくと非常にですねまたピッカピカのねヘッドライトになりますんでね、どうでしょうか、さっきのこのねアルコールのボリカジミでって、私勝手に言ってますけどね、これボリカーポネートのシミですよね、もうこれでね取れちゃうんですよ、ほら。であとはちょっと綺麗なショップタオルでねちょっと拭いてみましょうかね。でこれどけていかがですかね、もうさっきやったシミってこれ全部なくなるでしょね。であとはですねあのお好きなようにですねあのポリッシャー使ってシミをですね取っていただいたり、もっともっと磨き込んでいただいたりですね。でここまで来るともうあの表面のねクリア感は出てるので、どうでしょうか、あとはいつものようにですねこのルックスをまたこうやってですねまんべんなく塗っていただいて、でここでねあの綺麗にするためにねこういうのね全部筆でねこうやってねあのまんべんなくねつけてあげるんですよ、薬剤がですねまんべんなくいきますので筆を使ってね塗っていただくといいですよ。であとはね、まあ、こうやってね最後の仕上げでルックスをですねこんな感じで塗り込んでいただくんですね。このルックスはね最後の本当鏡面仕上げでございますのでね、いかがでしょうかね、もうこの時点で多分だいぶ輝いてはおりますが、まあざっとね今こんな感じでですね磨いてみました。でちょっとカルナバが入ってるので油分をちょっと拭ってあげるともういつものピカピカのですねヘッドライトになりますので、あのね
もう一回おさらいしておきますとですね、コーティングで黄色くなっている部分と、その先ほどご説明したですね、この基板ですね、この本体のポリカーボネート自身で自爆しているというケースがですね、あるわけですね。なので、こういうふうに黄色くなってしまうんですよ。で、さらにですね、まあ今、これぐらいの色味の差が出るんですが、これ磨くとほら、結構近づきますでしょ？こっちの方がちょっと黄色いですよね。で、結構、なかなかいい感じに近づきますでしょ？これぐらいのクリア感が出せますので、で、その、まあ、あまりにね、ちょっと、車体がですね、車両がもっと古くてですね、もうコーティング自体も、いつの間にか取れちゃってて、で、ボディがむき出しの状態をずっと続けてたような車両だとか、それからご自身でですね、この表面をですね、何かで磨いて、コーティングを取ってしまったというようなケースで長い間放置しておくと、やっぱり、このボリカ自体の今度は酸化が起きますので、それで白くなってしまうと。このボリカのその酸化した部分にですね、アルコールがうまく効いてくれて、で、こう、シミみたいにね、なるケースがあるんですよ。それはあくまでボリカの酸化した部分をアルコールがね、うまく処理してくれたって感じなんですね。で、そうなった時は、その年月にもよるんですよ。劣化状態にもね。なので、ちょっとシミがきつい場合は、このね、傷消し用液体コンパウンドってね、お使いになったことがあると思われますが、これね、3点セットでね、すごくお安いんですよ。初めてやられる方はね、これいいと思いますよ。仕上げ用とかね、表面用とかね、傷消し用とかね。で、大体今、テストでお見せしたように、非常に酸化しているボリカの基板がある場合はですね、3000ぐらい当ててあげれば、もうさっとね、このように綺麗になりますので、まずは3000でね、そのシミをね、取っていただいて、あとは、もうどん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 、この盤面をね、上げていけば、これぐらい簡単に出せますし、まあ3000でやって、ルックスかけただけでも、こんだけ綺麗になりますので、この辺はね、ご自身のね、方向性に合わせてね、盤面を選んでいただくとね、いいと思われます。で、今回はですね、またさらにですね、この信越化学の KF96 をですね、浸透させようと。で、長持ちにね、させましょうねっていう話で、これ前回ね、ポリッシャーを使ってですね、シリコンのみでね、表面を仕上げるっていうね、方法をご紹介したと思うんですが、こちらもですね、その方法が適用できますんで、で、まあ、ポリッシャーをですね、お使いいただくときにはですね、当然コンパウンド系は当たり前ですかね、シリコンが入ってるとうまくね、滑っちゃって使えませんので、まあ、今回はですね、こう、きれいに仕上げた後にですね、こう、シリコンですね、このような感じで塗っていただいてですね、で、まあ、あとね、もう、こんな感じでダイレクトにね、ピヨーンと、シリコンをですね、使って表面をですね、もうナノレベルまで仕上げていただくと。そうするとですね、もう、買った時よりもね、綺麗になるかもしれません。なんてね、私は勝手に思ってるだけかもしれませんが、このシリコンをですね、このパッドを使って、綺麗にしてあげるとですね、もう本当にね、ガラスみたいにね、輝いてくれるんですよ。この方法はボディだけじゃなくてね、このヘッドライトにもね、そのまま適用できますので、こんな感じですね。もちろんね、パッドはね、シリコン専用のやつね、新品ね、使ってくださいね。これコンパウンドとか入ってるとね、ちょっと、削れてしまいます。いかがですかね、これ。いかがですか、この輝き。と、こんな感じでですね、また、綺麗にできますので、実際にね、この樹脂がね、すごく傷んじゃってる方はね、この一つね、真ん中に、3000でいいですよ。3000でね、液体コンパウンド入れていただくとね、
劣化したね、あのポリカ自身のね、あのシミみたいなものも簡単に取れますので、こんな感じでですね、仕上げていただくといいかと思われます。はい、ということで本日はですね、このヘッドライトがなぜ黄ばむのかというお話から、非常にですね、まあ劣化著しいヘッドライトにですね適用した時の対処法をですねお伝えしました。ありがとうございました。